俺はドライブシュートを打つとき、ドライブ回転をかけやすいフォームで蹴っていたけれど、そのフォームと俺のキック力を 100% 発揮できるフォームは違っていたんだ。フォームが안좋아가지고안됐었다안됐었다는것같은데。そうか、あの夜気づいたのはそれだったのか。うん、だから 100% のキック力のフォームでドライブ回転をかけられるようになる。아무튼드라이브슛성공했다。それが今のシュートさ。何を言ってるんだ、美咲君や石崎君。そして君の言葉がなければ、俺は自分を見失ったままこのシュートを完成させることはできなかったよ。니들이아니었으면은수준완성할수없었대요。さあみんな、자이제한번써볼까。네오드라이브슛。야얘도앞에 네오붙었네。소리꾼기다리에앉게ます。아니드라이브피닉스슛은왜안쓰냐고그거어그뭐야전국대표에서썼었는데한번그거왜안쓰지。센터라인을거의다드린슈트다。어디오타가볼이닿지못했다。터내다사스가와카바야스킨です。하여라이끄고これが10番の相棒なのか。それはにかわしていく。아이씨패스너무길게했네。뭐얘네왜근데안잡냐。이케모두이겼다마사오군ここで止めた。아또다아또이번이패스다핫기니군강해시이타클핫소레소레다가와스다티키진이세메코미마스스카르군에라이핫핫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 핫スライディングでカット。そら見たか。あわあわ。よっしゃ。ヒューガ君ゴールに戻る。あセンベロ君激しいタックル。今と壊すのと思って。蹴り入れます。ここは好きにさせません。ハザード君ここはパスを出した。もうやった。天才的なドリブルだ。いきなり連携プレーが見れるのか。短いパスと連携、ここでスルーパス、長い距離のスルーパス、なんと奪い返す。ボールがタッチを割りました。ジェイテス君ロングスローできた。いけガルマ君素早く横にかわす。さあ決まった。よし美咲君素早く横にかわす。勝負を避けた。カズオ君センターラインを越えて攻め込む。さあ翼君ここからチャンスを作れるか。あースライディング、ちょっとそうじゃパスを回す。はい、パス天才的なドリブルだ。はい、セリフの連携プレーを見せつけるか。長い距離のセリフも、そこまでもスリーが없어못하는데さあ特殊スリーとセゲって翼君ゴール出し成功。2度目のスライディングパスを回す。全日本ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りました。翼君これは南米式のドリブルだ。あれあなたのシュートか。いやこれはさらにスーパーキのシュートだ。このシュートを体で取り出すつもりだ。おいしゃウィッグが날아갔네パッチ。これをトラップ。それはパスを出した。かわして振り切った。翼君、これは南米式のドリブルだ。ボールは友達。渡しません。あんた、はしゃぶ。ドライブシュートか。ドライブシュート。さらにスーパーキーシュートだ。これはキーパー動けない。ゴールキーパー、もがに。あれを決めなくちゃ男じゃない。これは五分だ。ジドウ君、ここは抜かせません。パスを回す。嘘だろ、俺が。そんな、翼君、これは南米式のドリブルだ。あ、ね、はしゃぶ。いや、さらにスーパーキーシュートだ。それ、
シュートに反応している。あー、もう森さんだもんね。ジェイテス君、こぼれ球。ここは抜かせません。パサロ君、ここは好きにさせません。ディアス君、天才的な。あれ、テラの手が入るね。ここは抜かせません。翼を出します。翼君、ボールは友達。抜かせません。これは南米式のドリブルだ。あれ？ガルトーニ君、おい、잘먹는데。まだ生きている。ボールも蹴り出します。いよいよ後半のアディショナルタイム。両チーム最後の1分を切って走ります。このパスは通らない。あっと、うまいペースだ。それさあ、どうだ。翼君、ボールは友達。わかりません。式のドリブルだ。あれ、あ、待って。最大の力を使う全力のシュート。これはキャッチできない。ケジャイ먹네저기。これはオフサイドです。뭐야、全力のシュート。アルゼンチン、ここからフリーキックです。グシア完勝、5-4。得点で試合に花を添えました。이제우리가이제아무거나배우고싶다갔다이겼어우리다찍었단다왜이겼다고これでベスト4進出だ。이게베스트4진출이야。この勢いで優勝まで突っ走るぜ。勝ったぞ、つば。僕たちは勝ったんだ。喜びの日本イレブン、全員がキャプテン翼くんのところへ。みんな、모두、そうだ、그래、みんなが力を合わせれば、모두が힘을빌려줘서、우리의축구、 J ボーイズサッカーは立派に世界に通用するんだ。세계에통하는거야。やったぞ。負けた。졌어。こディアス。ディアス。負けちまったな。져버렸네。みんな、모두。世界ナンバーワンになる男、ファンティアス。その伝説の始まり、第一章から。전설의제1호가지금つけられちまったぜ。탈락해버렸대요。その傷をつけた男、日本의10번。全日本の10番。へい、10番。へい、10番。ディアス。ディアス？名前を教えてくれ。이름을알려줘。翼。オーゾラ翼だ。オーゾラ翼や。翼か。翼？え、その名前。그이름。一生忘れない。평생잊지않겠어。お前も大した才能の持ち主だぜ。너도대단한재능이었어。この俺と張り合えるんだからな。지금저만하는거죠。けど次は負けない。하지만다음은지지않아。翼とまとめて倒してやる。翼랑같이쓰러뜨려주겠어。뭐야、디어스에뭐얻은거같은데포인트。それじゃ頑張れよ翼。그힘내翼。準決勝も、決勝も。準決勝도、決勝도。今日は俺の負けだ。오늘나의패배다。けれどいつか必ず。하지만언젠간。この借りは返す。이빚을갚고말겠어。자이제준결승하고결승남았습니다이제두번하면이제세계재패翼오마이와혼토니세초스탄너는역시성장했군캡틴として、캡틴으로서게임메이커로서플레이메이커로서個性の強い味方を率いながらみんなのいいところをうまく引き出している。俺は나는
お前とのあの別れのノートにミッドフィルダーになれと書いた。그노트에뭐노트에관한얘기라는것같은데そしてお前はそれを忠実に実行し俺の予想をはるかに上回る노트에대한걸잘지키고해가지고나의예상을뛰어넘었대요そらに今日見せたあのドライブシュート오늘보여준드라이브슛あれは그것은俺が教えようとしたシュートを超えている내가알려준슛보다슛을더뛰어넘었어翼の想像力が生んだ翼の세계대회끝나면뭐할거냐고요글쎄요俺がいなくても翼내가없어서翼お前は너는ロベルトさん로베르트씨カタギルさん카타기르씨今日の試合分かった오늘시합보고알았어まだまだ完璧じゃない하지만아직완벽하지않아これで満足していたら이걸로만족하고있다면世界一の選手にはなれ세계인류의선수가될수없어ロベルトもきっとそう言われたはずロベルト도분명그렇게생각하고있겠지このスタジアムのどこかで見ていた이스타디움어딘가에서ロベルトにも翼くん美咲くんロベルトのことだけど로베르트에대한건데本当にこのスタジアムにいるの정말 이스타디움에있는거야응리아스가시합前에디어즈가말해줘서시합전에きっといると思う분명히있을거야それなら片桐さんに聞いてみたらどうかな그럼片桐씨에게물어보는게어때片桐さんは代表のことでアメリカのサッカー関係者といろいろと話をしているみたいサッカー関係者를많이알고있대요もしかするとロベルトのことを聞いているかもしれないそうか그래ありがとう美咲くん夜は必ず宿舎にいるはずだから밤에찾아가보렴나나이시합이どっちが勝つと思う프랑스랑지금누구랑붙는거지이제프랑스가이기겠지뭐난다요아타리마이노요소잔까つまんねえな仕方ないよこの大会のフランスは圧倒的だからね프랑스와전시합で4得点以上で4득점프랑스는무조건4득점이상이었대요確かにすげえな프랑스와どちらかといえば守備が弱点で守備が약점이네근데守備に回ることもその守備がジャンの加入で安定したから安心して攻めることができてるんだねうんジャンのおかげで守備の負担から解放されたピエールがその才能を全力で攻撃にこれは手強いなんてものじゃないぞ前半15分전반15분ナポレオン君のゴールで1点リードナポレオンへゴールを取ったよ早く追いつきたいウルグアイ우루가이랑나아우루가이랑프랑스랑붙는거였구나자そのビクトリーノ君にボールが渡った南米の黒豹の異名通り素晴らしいスピードでフランス1点くらいすぐに追いついてやる完全勝利바로대갚아주지あとそのビクトリーノ君にフランスの選手が肉薄あこれはジャン君だジャン君何この俺のスピードと互角だと나의スピード랑호각이라니互角などであるものか뭐야아니사라졌어こっちだ이쪽이다찍나니나니아토장군빅토리노군から볼을오늘빼앗았어요아이츠아니저녀석스피드のまま빅토리노の死角に回り込んだ저녀석을빼공을뺐다니すげーさあ再びビクトリーノ君にボールが渡った。あ、再び얘한테공이갔어요。フランスのディフェンスも柔らかなボールタッチのテクニックで。フランスのディフェンス뚫었어요。하지만ビクトリーノ君に凄まじいダッシュでジャンクが。또얘가오죠？今度はテクニックでしょ？넌못지나간다。好きにすればいい。넌못지나간다。あとビクトリーノ君再びジャンクに。또뺏겼죠？예。南米のテクニックとはこんなものか。별거아니건너따너따의テクニック。バカな。이런바보같은。ピエール。ジャン君、すかさずピエール君にパスだ。あ、パス했어요。エイス。行くぞナポレオン。エッフェル攻撃だ。お。뭐야。パス전략인가？これは。ピエール君とナポレオン君の素早いパス交換。맞네、パス交換。ウルグアイピエール。ここは譲ってやる。行くぞ。あんだ。おお。決まった。아무튼한골로들어가고
フランスが運ぶぞ。あの二人のコンビネーション、コンビネーション、長男に兄貴だぜ。翼さん、美咲クビや。うん。ナポレオンはシュートに目が行きがちだけど、実はパスもすごくうまい。パスで手だなでよ。誰のこと手だなでよ。それにしても、ピエールにあんなシュートがあったのに。ピエールへ저런수시있다니。あのシュート、ゴールキーパーの直前で落ちたように見えた。多分ドライブシュートに近いテクニックだよ。ドライブシュートは、いじテクニックも비슷하대요。ドライブシュートは回転をかけながら上に上げることを意識して打つんだけど、あのシュートは回転をかけながら前に押し出すようにして打っているんだ。なるほど。ドライブシュートの応用なんだね。ドライブスで運用해가지고만든슛이에요。ここで試合、フランスが이겼습니다。今大会無失点のフランスの守備を取り仕切る。無失点でフランスの守備だよ。次はフランスか。다음은フランスか。分かってはいたけど、強敵だね。강적이야。알고있겠지만。どこが来ようと関係ねえ。어디가오든관계없어。ただ勝つだけだ。이기는것뿐이야우리는。ピエール。ピエール。僕は負けない。난지지않아。そのために早くあのドリブルを完成させなきゃ。그드리블을완성시켜야된다는데얘도뭐각성하라고인데지금준결승하고결승남았어요이제미사키次はいよいよ君との対決だ。미사키드디어너하고붙는구만。락쇼락쇼락승이야。아크비가出るくらいだぜ。나피しかしキャプテン。하지만キャプテン。スライダーシュートとエッフェル攻撃を見せてしまったが本当に良かったのか。새로운슛을보여줬는데괜찮은건가요？構わんさ。상관없어。これまでの俺たちだったら確かに温存すべき技だ。そうか。俺の世界一まであと2つか。드디어나의세계까지세계이제재패까지두번인가하면서지금이러네요。どうぞ。들어오시죠。翼に美咲じゃん。翼さん、美咲아닌가。こんな時間に一体どうし。시간이무슨일이야。ロベルトがこのスタジアムに来て。ロベルトがいいスタジアムに와있다고들었는데요。片桐さんはこちらでもいろんな人と会っているし。翼。どこでそれを知った。어디서그걸들었지。実は。사실은。なるほど。그렇군。そういうことか。그런것이었구만。ロベルトさんがアルゼンチンのバルバス監督と知り合いだったとは。ロベルト氏가아르헨티나의감독과아는사이였잖아요。じゃあ。그러면ディアスが言っていたことは。ディアスが말했던건사실인가요？그래本当だ。走りだ。ならばどうして俺に教えてくれなかったんですか。그럼왜저한테말을안해준거죠。翼くん落ち着いて。翼くん진정해。それについては私も悩んだ。나도고민했다。だがロベルトさんから頼まれたんだ。하지만ロベルト씨가부탁했어。自分のことは翼に言わない。자기한테말하지말라고。자기에대해서。そんな。それは。ロベルトが。ロベルト氏が。そんなことを。그런걸。ロベルトさんも悩んだ末の苦渋の決断だったんだ。결단이었어ロベルト氏그게바로。辛いだろうが分かってあげてほしい。それで今ロベルトさんは。그래서지금ロベルト氏는まだこの島のどこかの施設。아직이섬어딘가있겠지。だが監督を務めているジュニアチームがアメリカの別の州の親善大会に招かれていて。今晩遅くに立つと言っていた。今晩ですか。ああ翼くん、今ならまだ会いに行けるかも。翼くん、지금이랑만나러갈수있어。ロベルトに。翼くん、俺。나。今は会いに行けないよ。지금은만나지않겠어。どうして。왜。あんなに会いたがっていた。그렇게만나고싶은거아니었어。そりゃ。그거야。本当は会いたいよ。사실은만나고싶어。でも今。하지만지금。俺はこの代表のキャプテンだ。이대표캡틴이야。一人勝手な行動は取れない。혼자서는마음대로행동할수없어。翼。それに何よりも、ロベルトはサッカーをやめたわけじゃないって分かったから。ロベルトは축구를그만두지않았다는걸알았어이제。だから、俺もずっとサッカーを続けていけば。나도축구를계속하겠어그래서。きっとまたどこかで会える。어디선가만날수있겠지。そんな気がするんだ。翼くん。翼。お前は心の底から。너는キャプテンなんだな。마음에서분발마음속에서도캡틴이구나。待っていてくれ。私が必ず。좀만기다려줘내가반드시만나게해줄게。헤르난데스가出場するって。헤르난데스出場한다고。헤르난데스出場한다고。
それでも痛み止めを打ってテーピングでガチガチに固めればパンチングぐらいはできないことはない。진통제맞고뭐약먹고그래가지고그저번에헤드라데스있죠손에그골키퍼최강의골키퍼근데나왔대요기로一本シュートを止めることにとんでもないダメージがそこまでして試合に出るっていう그렇게까지해가지고시합에나가는거예요そんな同情はそのゴールキーパーに失礼だよ그런동정은실례야다만해요そいつにとって一番悔しいのはそんな風に思われることださあ開始から攻めるブラジルカルロス君が早くもシュートレンジに入ったあブラジル하고イタリア하고붙네요오막았어헤르난데스君ナイスセーブカルロス惜しかったな。カルロス아깝군。あれでいいんだ。저정도면됐어。え？やつの右腕を砕いて交代させる。それがこの試合に勝つ一番確実な方法だ。지금방법이뭐냐면은저녀석에이제그상처입은데있죠부상입은데를노려가지고이기는방법이래요네자이탈리아의반격이탈리아반격됐다ここで루치아노君の必殺シュート必殺슛아막았어요아또ケイジーニョ君このシュートをがっちりとキャッチ何俺のシュート何シュート君みたいなファンタジスタと戦えて本当に嬉しいよ너같은ファンタジスタ랑해가지고경기를해가지고예기쁘다는데俺もゴールキーパーのファンタジスタを目指しているからゴールキーパーがファンタジスタだとゴールキーパーがファンタジスタ라고そうだよ何かいけない뭔가문제있어と話してる場合じゃないね。これ時間に遅れ。行くぞ、レオ。あんだ、レオ。あ、ボールを受けたリベロのアルベルト君、レオ君と共に前線へ上がる。くらえ。あだら。おや。アルベルト君、遠目からの強烈なシュートだ。농슛パワーパワー。負けるか。しっかぼりゃ。ヘルナンデス君、これも防いだ。이것도막았어요。こぼれ球がカルロス君の前に。あ、カルロス앞에。くそ。とどめだ。うしだ。おお。ああ、들어가버렸。ついに決まった。カルロス君のシュートが。ヘルナンデス君の黄金の右腕を攻略した。カルロスが結局オルク負傷입은데노려가지고골넣었네。あっと、ヘルナンデス君、その右拳を抑え込んだまま動けない。あ、今のシュートで大きなダメージを負った。움직이지않는데요、골키퍼가。くそ。これ全然。この右腕が万全ならば。이오른손이만전의상태였다면。どうやらヘルナンデス君。ここで交代のようです。あ、교체됐대요。いかに実力者とはいえ、みんな、おどよ。これでイタリアの戦力は大きくダウンした。いや、一辺イタリア전력은크게다운됐어。だからといって気を抜かず。하지만방심하지말자고。目いっぱい発揮。경기종료。ここで試合。ブラジル、イタリアを大差で下し、ベスト4に進出。ブラジル進出。守りの堅いイタリアといえ、そして一人攻撃を任されたルチアーノ君もヘルナンデス君が去った後は動きに精彩を欠く。一方ブラジルは要所でキャプテンのアルベルト君が激を飛ばし、ようやくチームがまとまってきた様子。これで順。じゃあ、あ무튼ブラジル4강올라갔습니다。ブラジルが勝ったか。まあヘルナンデスが途中交代しちゃうな。ヘルナンデスが途中交代되다니。案の定。ルチアーノもそこでやる気をなくしたみたいだしな。그걸노리고있었던거야걔네석들은。それにしてもヘルナンデスのあの意地は立派だぜ。拳が砕けてもゴールを守る根性か。翼くんから見て今日のブラジルはどう？翼くんに볼때오늘ブラジルは어때？カルロスは相変わらずすごかったし。カルロス역시대단해。チームも少しずつだけどまとまってきたみたいだ。やっぱり彼らは
決勝にピークを持っていくように。僕たちにそんな余裕はないけど。つまり本気の本気になったブラジルが見られるのは決勝戦ってことか。결승에서진짜의실력을가지는이제브라질을만날만날수있다는데その本気のブラジルと戦うには俺たちも決勝戦に行かなきゃいけない。よしやるぞ。どうした翼。결승에서브라질하고만나라고네원래보통보기이거그거라면원래라면은동이라고만들텐데아고민やっぱこの試合もドイツの方が有利なのかな。역시이시합도독일이유리하겠지。アメリカも強いらしい。미국과독일。さすがに。な、そういや。10番の選手も登録はされているが。10番選手登録。なんでもコンディションが良くないとかで。コンディションが悪くて10番選手。なんかかわいそうだな。試合に出たくても出られないのは辛いものだよ。試合에나가고싶어도못나가는건정말힘들지。そう考えれば。ハイネはよくこの大会に間に合ったもんだ。俺たちハンブルクとの試合で私がドイツの知り合いに聞いたところ、彼はアメリカに渡って最先端の医療技術で治療していたようだ。최첨단의의료기술로치료했다는데그렇게못나갔네。アメリカの医療は進んでるって。そのハイネが中盤を抑えたらこの試合ドイツが完勝するぜ。뭐보나마나뭐독일이이기겠지뭐。この試合もドイツの中盤を仕切るハイネ君。さあさあ観客のみんな、俺のワンマンショーの始まりだよ。ハイネ。오。今日もハイネ君のドリブルは好調だ。ドリブル장난아니에요。無駄無駄。조용없어。君らのレベルで俺に勝とうなんて。너희들의레벨로우리를이길수없다고。くそ。バカにしやがって。젠장바보。みんな行け。바보같은녀석。おいブレイク。勝手な指示出すな。そうやってすぐに頭に血を乗っ。あとハイネ君、アメリカの選手が自分に群がってきた中スルーパスを通す。あースルーパス。そしてフリーになったシュナイダー君にボールが渡った。シュナイダー君、シュナイダー君。アズワン君、たまらず飛び出す。バグロ왔어요。終わった。あー갑니다ファイヤーシュート。못막죠。가버리ドイツ先制点。ゲームメーカー。シュナイダー、シュナイダー、あのアズワンからあっさり点を取りやがった。シュナイダーにあの距離まで詰められたらどんなゴールキーパーだって防ぐことはできない。シュナイダー、シュナイダー、그뭐냐저정도의거리를주면은어느골키퍼라도막을수가없대요。さあ先制点を奪われたアメリカ、反撃に移る。あ、미국반격합니다。お前ら、俺にパスを持ってこい。なげ、パス。俺にブレイクシュートで決め。ドイツ語。何？何？しかしこのパスは通らない。ボランチのシェフさん。パス、ベッキョスみたい。パスだな。そんな単純な手が俺に通じるものか。単純な手が何通るかがんや。カルツ。シェフター君、間髪を入れずカルツ君に。おいよ。ここは行かせても、そいつを止め。いや、ハイネのマークにつけ。ハイネのマーク。アメリカ、ブレイク君の指示でハイネ君にマークが。行くぜ、ハイネ。あっとカルツ君、これはパスミスか。ボ、とんだ下手じゃ。マイドアンデルペスグマン。いや、これはパスミスではない。ボールの落下点にマーガス君が走り込む。ボール落下地点에한명있었대요。俺を忘れちゃ困るぜ。てめえのヘディングごとき、俺が止めてやるぜ。行くぜ。なんだ。シュナイダー。おや。なに？なに？マーガス君、シュートには行かない。ヘディングで横に振る。ヘディングをパスしたんで。そしてそこにマークを外したシュナイダー君が。ナイス、マーガス。これ分かった？決まった。シュナイダー。ナイスシュート。ナイダーナイスシュヒア。マーガスのパスが良かった。マーガスのパスが良かった。それにハイネにマークが言ってくれた。さすが仕事師カルツさん。まあな。本当。あもちろん자기들끼리좋아하고있어。冗談で。うちのドレスデンが最終的にやられたのもカルツさんのパス。경기종료。개발렸죠？
試合しドイツ全く危なげなくハイネクドイツソフコン。おいアズワ、てめえ何点取られら気が済むんだ。いざしき、너몇점이나뺏긴거도대체。はあ、てめえの指示がヘボだから。너의지시가멍청해서그런거아니야。아무튼남탓중이다이다이そっちこそフォワードの仕事してねえじゃ。なにやめだ。그만둬라졌는데뭐하러하냐。この試合怒る価値もない。アメリカの選手たちなんかふてくされてるぜ。あれだけボロボロにされるとな、やる気もなくすって。自力の差もあるんだろうけど、司令塔ってやっぱり大事ですね。それもあるだろうけど、体の大きさはアメリカの方が上回ってたけど、それを生かす技がなければ何にもなりません。別に否定はしないけど。さあの、何も体の大きさだけが全てではないたい。몸집의크기가전부가아니래요。お前や立花兄弟の身の軽さは体が小さければこそたい。地頭さん、もちろん身の軽さの上に強いという。か、勘弁してください。地頭さんと同じメニューやったら俺潰れますって。佐野さんって、아무튼지들끼리얘기하고있어요。大変な人なんだな。별거아닌거가지고。これで次はブラジルとドイツの勝負か。이걸로드디어브라질과독일의승부인가。오근데브라질이올라올것같은데스토리상원래독일이올라오거든요보통複雑だね二人とも。복잡하네둘다。いや別に。별로。여러분누가올라올것같습니까？브라질하고독일중에。なんだ？자이거빨리넘기고。어？어？타이거쇼나도강화형되었나？어？나예예。아뭐야？나도타이거쇼강화형빨리배우게해줘。아니얘네져가지고탈락했는데얘랑대화를왜하고있는거야。자프랑스하고붙습니다。아이거잘못눌렀다。자프랑스이기면결승이죠이제。今日はもう準決勝か。벌써준결승이야？なんか実感わかねえけど。실감이안나는거。俺たちってすごいんだよな。우리대단한것같아정말。そりゃそうだろ。それにしちゃ女の子のファンが一向に増える気がしないんだよな。こうもっと。이정도했으면여자팬들이늘어나야되는거아니야？근데지금없다고지금그러는거죠？뭐야？そうそう、こんな風に。봐봐。이런식으로。どっからだ？뭐야어디서야？어、어찌리。그쪽이야。どうやらあっちからフランスチームの。フランス여성팬들인가보네。多分ピエールのファンの子だよ。ピエール의팬들이에요。あれ全部が？저게전부？フランスじゃどこに行ってもああだったけど、アメリカでも相変わらずみたいだね。そういえば小学生の時、ミスギジュンファンクラブって見たことあるの？ミスギ팬클럽있었다고？あれって中学生になっても続いてるの？いや。まあ、ミサキ、ここまで勝ち抜いてくれて嬉しいよ。ミサキ、여기까지올라와대정말기뻐。ピエール。ピエール。約束通り。約束대로。この大会で決着をつけることができる。決着を짓자고。このいいゲームをしよう。좋은게임하자。あ、ベストを尽くそう。君が全日本のキャプテンだね。네가전일본キャプテン。今日はお手柔らかに。오늘은잘부탁해。よろしく。
いい試合にしよう。よろしく。おい、あのファン集団、こっちにすごい勢いで来るぞ。ペンデ、이쪽으로오고있는데。おっと、それじゃあ失礼。그럼이만。また試合で。今日はあのピエールと終盤の勝負になるだろうな。翼。ああ、楽しみだよ。よしみんな。よし。いよいよ準決勝だ。もど準決勝だ今。今日の相手のフランスは大会開催地を奪われた悔しさをバネにチームを強化しここまで勝ち抜いてきた。팀을많이강화했대요프랑스는特にキャプテンのピエールは캡틴은ピエール攻撃も守備も全てにおいて弱点がなく모두다장난이아니에요オールラウンダーとして完成されている올라운더そして選手としてだけではなくそのそしてピエールと並んで注意すべき選手はフォワードのナポレオンだ나폴레옹도주의하래요強烈な回転のかかった威力あるシュートを武器にここまでのフランスの得点のほとんどは彼が挙げている보통그걔가나폴레옹이거의득점다올리고있대요これまでの試合我々は相手のエース選手を抑え込んできたが今回はそのクラスのエースが2人いる이번에는에이스한명을맡았었는데그동안두명이래이번에는相当な困難が予想されるが絶対にフリーにしないよはいさらにもう1人ディフェンダーのジャンも要注意選手ディフェンダーインジャンド注意하래요彼はこの大会のために招集されその類稀なるダッシュ力と読みで数々の反撃を彼によってチームの弱点だったディフェンスラインは強化され守備にも奔走していたピエールが攻撃に専念できるようになりピエールがゲームを作りナポレオンが得点しジャンが反撃を防ぐシンプルな戦術だがだからこそこれを破るのは難しい아무튼뭐몇명에서전략을해가지고하는데이걸뚫기좀힘들네요힘들다고하니까나가이만한君たちの姿하지만너희들이라면뭐아메리카에왔다ばかりの君たちからは想像できないほどたくましいいくつもの強豪を倒してきた君たちの力もまたすでに証明されている通りだ아무튼믿겠다는뜻입니다우리를決勝そして世界一はもう目の前だ세계의넘버원은바로앞이래요自分たちを信じ勝利でその力はい みんな모두少し聞いてほしい잠깐들어줄래どうしたんだい今日の試合ピエールのマークは僕に任せてほしい오늘ピエール의마크는내가할게珍しいな웬일이야お前からそんなこと너가그런말을하다니前に一度話したけれどピエールとはフランスで一対一の勝負で引き分けたことがあってさ。ピエールは一対一の勝負で勝った時があって、その時この大会で決着をつけようって約束した。그래서이대회에서決着짓기로했었어。きっとピエールも僕との勝負を望んでいるとだからわがままかもしれないけど。좀어리광일수도있는데좀부탁한대요。알았어。けど。ミサキがそんなに強く主張するのはそこまでの思いがあるってことだねうんならよいいんじゃねえのわしもミサキの男気は受け取ったたい아무튼다동의했다는뜻입니다まあミサキがピエールをやってくれるならミサキ君なら安心して任せられるよ안심하고맡기겠어ミサキ라면みんなでカバーするから나머지는우리가커버할게ありがとうそれじゃみんな行くぞフランス간다프랑스決勝へ行くのは俺たちだ결승하는건우리야미사키미사키ついに決着をつける日が来たな今日は君に勝ち俺너에게이기고そして試合にも勝つ그리고시합에이기고なんだとてめえもう一遍言ってみやがれ지들끼리싸우는데얘는一度でわからないのか本当に君の頭の悪さは想像を絶するよ何そうやってすぐにカッとなるから何度も懲りずに出場停止を食らうんだ大体何だって君みたいな暴力的な男がこの代表にいるのか지금너같은폭력을쓰는녀석이어떻게대표뽑혔냐고하면서지금무시하고있네요うるせえもう許さねえぞ용서하지않겠어이제너는2人とも試合前だぞ둘다시합전이야 중단해빨리いい加減にしないかみんながこの大会にかける気持ちがどれほどのものか
知らないとは言わせない。지금모두가이렇게힘을쓰고있는데지금뭐하냐고하면서이제그러네요悪かった미안했다試合に集中してくれ試合에집중해줘そんな気持ちで勝てるほど日本は甘いチームじゃない일본은그렇게허접한팀이아니야みんなもいいか今日の相手日本の力は本物だ일본의힘은진짜야紛れもなく大会を代表する強豪だ강호팀이라고気を引き締めてかからないと방심하지말라고절대로ナポレオン、ジャン2人は攻守の要なんだああ守備は僕に任せて守備安心して攻撃してくれ守備任せて何点でも取ってやるから任せて4点目で뽑아줄게내가俺こそがなああ俺たちは大会を奪われたあの日からこの大会の優勝を目標に力いっぱい走りその目標まであと2つ두번남았대必ずこの大会に자이제프랑스와가합쳐다이카이소고이소레와소레쿄노이요미사키미사키시합전의약속시합전의약속もちろん僕は逃げも隠れもしない나는도망치지않겠어君との勝負に勝って試合にも勝つ너와의승부에도이기고決勝へ進むのは승부에서이기겠어俺たちフランスだ僕だって負けるつもりはない나도지생각없어おいいつまでやってんだナポレオンもよろしく。ナポレオンにさよなら。無駄だとは思うが、まあせいぜい頑張るかな。각자열심히하자고。翼くん。翼くん。あのナポレオン。저ナポレオン。あの通りのやつだけど、パワープレイだけじゃない。パワーが장난이아니야。この前の試合で見せたピエールとのコンビプレイ。ピエールがコンビプレイ말이야？じゃあこの試合、ミサキ君とピエールの対決だけじゃなく、俺たち二人と、俺たち二人の対決でもある。コンビプレイも重要だよ。俺たちは誰にも負けないコンビだって。よし、行くぞフランス。간다フランス。決勝に行くのは、決勝に行くのは俺や。일본대프랑스갑니다4강전오마타세시마시타일본대프랑스시작합니다왜쟤네먼저야근데미사키일본코이피에르고마시쿤미사키쿤와오레가호라스아씨切り裂く。ボッシ君。センターラインを越えて攻め込む。エースキラー。そうだ誠が相手だ。貴様ランズに。それ。アウト。ドリブルを見送る。翼君。ボールは友達。渡します。君は僕が止める。エースキのドリブルだ。負けるもんか。渡しません。スライブシュート。これは最大の。현재점안돼오막았어오이씨반피깎였는데장난아닌데얘네フランスの盾など俺が蹴散らす。あんだ。蹴るよ。アイムシュート。が、お、뭐야막았네。あ、이럴이럴수가。이걸막아？パントキック。どこまで運べるか。さあ、簡単だ。おっと、少し交代だ。ボッシ君、ここまで奪った。横にかわして突破。あわ。パスを出します。もらった。
アジアもネオタイゴ強い。ヒューガ君、アンダー！ネオタイガーショット！そこか、ボールと真っ向勝負！ガバリュー！決まった！狙いすましたシュートで、これを決めなきゃストライカーじゃねえ！ペロラ！ここはパスを出した！横をすり抜けた。ゴッチ君、次々にかわしていく。センターラインを越えて攻め込む。早くも前半の半分を経過しましたが、試合の行方はまだまだ分かりません。よしよしよし、ヒューガ君、ここはパスに振り切れた。あ、君も大したことないな。おや、ミサキ、君との勝負のために俺は新たな力を身につけた。ミサキ、나는너와의승부를위해서새로운힘을배웠어。뭐야、行くぞピエール。안다ピエール。ミサキ、君じゃ今の俺には勝てない。너는나를이길수없어ミサキ。これが俺のエトワールルーレットだ。뭐야무슨어쩌고기술이름만얘기했는데뭐야안돼빨리막아오막았어지토잘했어지토안돼よく見とんだ。ボールはまだ生きている。こぼれ球をものにした。なんという華麗なプレーだ。ここはパスを出す。パスを待つ。何しよう。ピエール君、ボールを奪うことができません。もらったよ。ドリブルで突破。チャンスが決まった。行くぞみんな、突撃だ。突撃だ。両サイド突撃。空高くで火花を散らす。松山君、ボールを蹴り出した。見とか。ヒューガ君、次々にかわしていく。敵陣へ攻め込みます。ここは任せません。あー、いろいろすり抜けた。チャージが決まった。よし、ヒューガ、ゴール。見たか。ゴール。ヒューガ君、次々にかわしていく。全日本、ここは全力のプレーです。ネオタイガーショット。よく見た、鋭く反応。ガバリュー。止められない。ヒューガ君は世界一のストライカーになるんだ。よし、ゴール。邪魔だ。ネオタイガーショット。ゴール君、ボールを狙うも届かない。ナポレオン君、左へ預けます。ゴッチ君、横にかわして突破。華麗なルーレットで翻弄。両雄、ここで激突。これは互角の勝負だ。空中での激突だ。ソーダ君、ボールを蹴り出した。翼君、ボールはこの街渡しません。あー、いらっしゃい。ソラ、ボッシュ君、ここからチャンスを作れるか。豪快に行こうか。그런거안통하지막아또몸으로막았죠아또このボールをブロック。ソラ、전반전종료。よし、みんな、よーし、전반전잘싸워졌다。しかしフランスのこの大会にかける執念はさ、はい、이겼어이미3대0이면みんな、모두ごめん、미안해。僕がピエールを抑えられてれば、내가ピエールを막지못했어。楽な試合展開だったのに。何言ってんだよ。소리야、勝ってるんだから気にするなって。이기고있으니까걱정하지마。ああ、ピエールは明らかに美咲に注意を向けてる。うん、あり、でもフランスで対決した時から
ピエールがあんなに成長したなんて。ピエールが저렇게성장할줄몰랐어。僕は悔しい。나는분해。そんな、ミサキ君だってこの大会期間中たくさん努力してきたじゃないか。何があってもみんなでカバーする。모두가커버하겠대요。努力の成果を。翼君。あ、試合はまだ終わっちゃいねえ。試合は끝나지않았어。決着をつける時間はまだあるぜ。小次郎も、ありがとう。そうだ。僕は負けたくない。지고싶지않아。みんなに迷惑をかけたくない。모두에게패를끼치고싶지않아。だから、どうしても気持ちが縮んで。그래도뭐각성하나？動きも小さくなって。もしも失敗しても、僕がピエールに負けても、みんながフォローし、だから。強い気持ちで思い切り。しかしピエールはもちろんナポレオンも注意しなくちゃな。ナポレオンも注意해야돼。ああ、プレーは荒っぽいがそれだけじゃないな。ディフェンダーの目で見るとプレーの状況判断も悪くはない。상황판단이빠르대요。価値の悪いやつと。そのピエールとナポレオンだけど、ここはもちろんコンビプレーにも注意が必要だ。コンビプレーへ注意하래요。後半も引き続きエッフェル攻撃と二人の。それだけじゃねえ。그뿐만아니야。あのジャンってやつも油断ならねえ。장이라는녀석도조심해야돼。確かに彼が後ろに控えていることでディフェンスラインに芯が一本通ってる。ディフェンスが세다는데。근데3대0이죠。あのマークを振り切る。逆。お、さらに勝ちが見えてきた。とはいえ全体のバランスで見れば僕らとチームの力だからこそ油断やきっかけ一つで簡単に逆転を許してしまう。後半のフランスは前半以上に死に物狂いで来るはずだ。후반전걔네가죽을각오로할것같아요。조심하래요。みすぎ君の言う通りだ。この試合勝っているからって余裕を持っていられる試合じゃない。이기고있다고余裕ぶりもんで。もう一度試合を始めるくらいの気持ちで気を引き締め直して、そしてこの試合勝とう。아무튼이시합이기래요。이기자고합니다。なんだなんだ。뭐야뭐야。ディフェンスは任せろとか言ってたヘボディフェンダーはどこのどういう。ディフェンスを맡긴다고했더니만맡긴다고말했더니뭐야이게。そいつが仕事してるから負けちまうよ。なあ、ジャンよ。장하장하고또싸우죠。そういえば。그러고보니까。試合前に何点でも取ってやると大変。試合前에몇점이라도뽑다고그랬는데왜빵점이지。そいつが1点でも取れば試合展開も違う。벌써분열되고있어얘네。なあ。そう思わないか。昔やがるじゃねえか。뭐야。ピエール。ピエール。気は済んだか、ナポレオン。분은불렸냐、ナポレオン。ジャンもだ。ジャンドや。仲間同士、これ以上争って何になる。同僚끼리싸우지말라고。そもそも、二人が争う必要などない。前半、苦戦した責任は。俺にあるんだから。責任は다나한테있어。ピエール。ピエール。俺のゲームメイクがうまくいっていれば、俺たちのリードで折り返せたはずだ。それに、俺が攻撃にかまけすぎて、知らず知らずのうちにディフェンダーに負担をかけていたんだ。ディフェンダーに負担を줬다는데얘가。そんなことはない。그렇지않아。守備の責任は僕にある。守備의책임나한테있어。ピエールの前じゃ、しおらしいこと言うじゃねえか。ピエール앞에서는자기도말하는구만。悪かったよ。いやです。ジャンはよくやった。ジャンは잘했어。だがこのままでは俺たちは勝てない。하지만이대로가면우린진다고。だから後半は方針を切り替えて、俺も守備に参加する。얘도수비한대요。待ってくれ。ピエールにそんな負担をかけるわけにはいかない。確かに前半はやられましたが、後半は絶対。本番은당했지만후반에반드시。ジャン、これ以上失点すれば。本当に勝ち目がなくなるかもしれない。더이상실점하게되면이길수없어。この大会、俺たちは何としてでも勝たねばな。君に本物の自信と誇りがあるならば。分かった。아무튼자기キャプテンに従おう。자기도방어한대요。みんな、後半。何で？자갑시다。ピエール、おいおい、決勝まで隠しとかなくていいのか？뭐야、얘네뭐숨겨둔거하나있나본데또？今日の試合に勝たなければ。次もないんだ。오늘시합에쓰지않으면다음은없어。나가네요。아무튼뭔가있다고합니다。하지만뭐써봐야뭔소용이야。이미3대0이지。인정합니까？미사키。미사키君。後ろには俺たちがいる。오씨뭐야？ボールを奪うことができません。ヒューガ君。잘말이야。레오타이가。직선으로가는거？직방으로간다。막죠？
頑張れ。まあこれを決めなきゃストライカーじゃねえ。安定時よし食らえ。レオタイガーショット。ナポレオン君、右へパスを送る。こんなところで負けられない。おい、さっきやるんで。ここからチャンスを作れるか。これが本物のサイドインスライディング。マルセル君、ボールを奪うことができません。柴田君、これは南米式のドリブルだ。ドリブルでボールを奪う。ねえ、これは最大限の力を奪うドリブルシュートだ。ボールの勢いをうまく抑えた。で、レオ、レオドライブ指示。それ、マルセル君、このスライディングが決まった。あ、ちょ、詐欺やで。横にかわして突破。ジャン君、渾身のパスを味方に送る。あと、このパスが通るな。하지만안되죠。テクリ、そんな詐欺や、얘。뭐야。ピエール、君の成長は想像以上だった。ピエール、너의성장은상상이상이었어。だけど僕も。하지만この日本代表で努力を重ねてきた。あ、で、日本代表로서努力해왔다고。行くぞ、ピエール。간다、ピエール。今度は僕が勝つ。이번엔내가이기했어。来い、ミサキ。과연。ほう。お、뭐야。なに？なに？これは。僕はパスを出した。やった。やったぞ、みんな。決まった。フランス、その可憐なサッカーでフィールドを征服するのか。敵陣へ攻め込みます。これが俺のピエール君。華麗なアップルから渾身のシュートを放った。これはキャッチできない。そうだ、うん、こぼれ球をキープ。いけ、あとドリブルを見送る。これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、渡しません。見抜けんだ。全日本、ここは全力のプレーで勝利を掴み取りに来た。あんた、これは最大の力を込めたドライブシュートだ。アモロ君、頑張れ。キーパー反応する。サッカー、俺の夢だ。よし、どうした。아이도우세요너얘네뭐신기술있다며왜안보여줘이만俺は誰にも止められん。それ中国軍が経過しました。あら、날아가버려。ヒューガ君、ここはパスを出した。それそれ、キューガ君、これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、渡しません。翼君、これは見えを抜けて。どかにゃよ。いや、このシュートにジャンプで反応。アモロ君、これはキャッチできない。翼さん、パスを出した。翼君、ボールは友達、渡しません。これは南米式のドリブルだ。翼君、あ、俺、あんなが、뭐야。アモロ君、ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。ダイレクトでパス、もらった。ヒューガ君、次々にかわしていく。さあ、ゴール前です。これが俺のネオタイガーショット。このボールに飛びつく。次々に突き刺さった。ヒューガ君、俺は世界一のストライカーになるぞ。ちょっと練習はロングボールを送る。長い、ここでパスカット。それセンターラインを越えて攻め込む。力を貯めて強烈ドライブシュート。ボールを狙うも届かない。何人たりとも抜かせはしない。クソ、そらそれ、マサオ君、ボールを奪うことができません。これが本物だ。スライディング、もらったぞ。スライディングでカット。
君には負けていられない。繊細なタッチでカウンター。ミサキ君ツインシュツインシュートだ。翼君息の合った連携だ。2人でシュートに持っていった。あー曲がんね。見事にキャッチ。さあ試合も残りわずか。最後まで熱い展開も期待したいところです。モッシ君敵陣を切り裂く。ドリブルでボールを運ぶ。おい曲がんねら뭐해。モッシ君渾身のシュート。ジゾ君このボールに立ちはだかる。体を張ってボールを止めた。날아가버리기。完勝。저거들어간누구골이냐고요글쎄요저거들어간적이한번밖에없어가지고예전에어제한번들어갔었다어제한번SSS 받았네. 자, 드디어 결승입니다. 해냈어! 해냈어, 미사키. 오, 됐다, 네, 츠바사쿠. 야った쟤가! 유쇼まで세계1まで아토1포도세계재패까지드디어한번이야. 아, 長い戦いだったが길었지만もう少しだな。이제바로앞이라고本当だ。おもう最低でも何言ってんだ兄ちゃん。そうだ。ああ、俺たちが世界一だって。俺が世界一でやろうぜ。一等になるから準備はげっす。みんな、すまん。모두미안해。俺のせいだ。나때문이야。ナポレオン。ナポレオン。あんなこと言って。이렇게말하고。俺がもっと点を取っていれば。내가좀더득점을뽑았더라면。영득점이죠영득점。気にするな、ナポレオン。신경쓰지마나폴레옹자프랑스가여기까지오られたのはお前のおかげでもある。프랑스가여기까지온거는너때문이야。相手が一枚上手だった。상대가강했던것뿐이지。ただそれだけだ。治安に慰められるなんて。くそ。悔しくて泣けてくるぜ。장에게이런소리까지듣다니정말분해。強がりが出るなら大丈夫だな。泣くな、ナポレオン。울지마나폴레옹。コピエル。悔しさはみんな一緒だ。不難거는모두다똑같아。負けはしたが誰一人欠けてもフランスはここまで来られなかっただろう。そうだな。みんなも俺たちは全力を尽くして正々堂々戦ったと우리는誇り高く胸を張ろう。전력을다했기때문에이제어가슴을펴고뭐하자는데 아니졌는데왜이렇게기뻐해얘네。潔く負けは認めよう。さあ誇り高き敗者として日本にエールを送りに行こう。くそ、しょうがねえ。敗者には敗者の礼儀ってもんがあるからな。君が礼儀。うっせえ。美咲。美咲。おめでとう。축하해。悔しいが。不나지만。今日はやられたよ。오늘은졌어。ピエール。ピエール。うん。ありがとう。고마워。でも今日の僕は。ピエールに勝ったとは言えない。오늘은나는피에르에게이겼다생각안해。いや、一対一の勝負イコールチームの勝負。一対승부、팀승부。今日は俺の負けだが。오늘나의패배지만。俺たちの勝負はまだ始まったばかりだ。우리의승부는이제시작됐을뿐이야。うん。僕たちがサッカーを続ける限り、僕らの勝負も続くよ。내가축구를계속하고있는우리들의경쟁은계속될거야。またいつか。今度は俺からの挑戦だ。이번엔내가도전자보내겠어。その時は受けてくれるな。받아주겠지？もちろん。물론이지。その時を楽しみにしてる。그때를기다리고있을게。俺もだ。決勝戦も頑張れ。배승자열심히해。うん。じゃあまたな。자그럼다음에보자。うん。ピエール。すごい選手だったよ。ピエール、대단한선수였어。キャプテンとして俺も見習うべきところの多い人間だった。キャプテンとして나도배울점이많았어。うん。本当に手強いライバルけど、
これでまだみんなと一緒にサッカーができるんだね。이걸로모두가축구를더할수있어そうさ、みさき君。あと残す一戦、全力で楽しもう。うん。優勝でこの大会を終えて、最高の思い出にしよう。우승해가지고최고의추억을만드세요。うん。자이제결승전よくやったぞ翼。잘했어翼。お前は本当にすごい選手に成長して。정말대단한선수야。もう。俺などいなくても。얘가안경벗으면이렇게어순둥이죠얼굴이 선글라스벗으면もしもし。보세요。로베르토。로베르토。バルバス監督。감독님。この前の試合は君の忠告通りになってしまった。翼大空。翼大空。彼がうちのディアスと互角以上に。그가우리디어즈하고互角이상의실력이라니。実は。その翼大空だが。그翼大空를。彼をアルゼンチンのプロリーグにスカウトしようと思っていてね。아지금뭔얘기냐면은지금얘네도이제翼를프로이제아르헨티나프로리그에지금영입하려고그러는데지금。네アルゼンチンの宝ファンディアスとあれだけの戦いができるんだ。ちょうどディアスは今シーズンからプロのトップチームでプレーする予定だ。지금일단은츠바사는브라질프로팀을목표로하고있거든요。네절대안가겠죠아르헨티나츠바사ほどの才能ならばそこで아무튼그렇다는겁니다。네간단히요약합니다。お願いです。츠바사はブラジルへ渡り。로베르토さんのコーチを受けることを望んでいます。지금츠바사는브라질프로리그에가고싶대요。その츠바사の夢を。그츠바사의꿈을。今度こそ。叶えてあげてください。俺はブラジルへ行って世界一のサッカー選手になるんだ。ロベルト。ロベルト。ああ。すみません。죄송합니다。そういえば翼は君の教え子だと言ったな。너의제자라고했나。なぜその時彼をブラジルに呼ぼうと思わなかったんだ。왜그때브라질을같이가지않았나。あんまいろいろと。아이런저런일이있었습니다。そうか。ならばそれ以上は立ち入る前。とにかくこの大会の決勝が終わるのを待って。이결승이끝나면私は翼大空に正式に契約を申し込むつもりだ。아무튼 이결승이끝나면은어츠바사한테계약관련해가지고얘기하러온다는데요츠바사가아르헨티나そういえば로베르토はまだアメリカにいるのか로베르토는아직막미국에있니예監督をしている少年サッカーチームの親善試合で他の州にいますそうか그런가では都合がついたら久しぶりに食事にでも行こう그럼나중에식사를한번하자고それじゃ그럼이만またな翼翼翼翼아근데유로근데브라질도그렇고아르헨티나도둘다유럽아니지않아요아닌가두개중에하나유럽이었나둘다아니죠독일과브라질자이이가민나前の試合までみんなの意思を尊重してそれぞれが好きなようにプレイするのしかし今日は違う各人がバラバラに戦っていては個人の世界へのアピールタイムは終わった今日のドイツ戦は全員一丸となって勝ちに行く오늘독일전전력으로가자라고하는것같습니다지금今日のブラジルは今までとはレベルが違う相手だ오늘브라질은평소보다레벨이달라しかし我々の力があれば하지만우리들의힘이있으면은世界中に存在しない。이길수없는상대는아니다。はい。さらに今日から新しい戦力が合流した。새로운전력이합류했다는데요뭐야こいつは。이녀석은ブラジルとドイツか。ブラジルで독일인가次はどっちかと当たるわけだけど、そのことを忘れて見ちまいそうだ。さて、どっちが勝つだろうな。누가이길까そりゃドイツさ。독일이지당연히。ブラジルも強いが、ブラジル강하지만。選手の層の厚さが違う。선수의급이달라。でも、하지만俺が見るところ、내가봤을때는ドイツは中盤から前はすごく強いけど、ディフェンスはちょっと落ちる。지금얘는츠바사는브라질이이길거라예상하고있고저골키퍼는지금독일이이길거라예상하고있네요브라질은수비가안정해있고
ブラジル守備が安定しているよ。カルロスの突破力とシュートがある。譲らないね、二人とも。無駄ちじゃんね。お、両チームの選手。誰だ、あのドイツのゴールキーパー。뭐야저저독일의골키퍼는でかい。커。2メートル近くはある。2미터?키가2미터넘는데요중학생인데 중학생인데2미터야2미터마사카이야츠아니여석은설마마오로시노골키퍼듀타뮤라전설의골키퍼뮤란뮬런가뮤란인가아무튼아ドイツのサッカー界で噂されているゴールキーパーだ。독일의전설의소문의골키퍼다。ある時、ドイツのプロリーグの優勝チームが山奥の小さな村でミニキャンプを張った時に、村のチームとエキシビションマッチをしたんだ。最初はプロの選手も遊び気分だったらしいが、途中からは本気になって。シュートを何十本も打った。이거만약에그원래스토리대로간다면은독일이이깁니다여기서왜냐골키퍼저골키퍼존나말도안되는거거든요진짜それは村のチームのゴールキーパーだったミューラーがプロのシュートをすべて防ぎ切ったからなんだ。슛다막아요저골키퍼プロのシュートをすべて。ミューラーの実力を見たプロチームの監督はプロ팀감독은プロに誘ったんだが、プロ의권리やつは山を降りることを嫌って。その誘いを断った。권위했는데거절했대요。ドイツの山奥に住む15歳の天才ゴールキーパー。はい、그냥뭐냐それが자기마을에산대요그냥평범한마을에사는데그거절했대。でもよ、それ噂なんだろ。그거소문아니야？정말이야？それはこの試合ではっきりするだ。이시합을보면알겠지。시합에서시합에증명되겠대。さあ、ドイツのキックオフで試合が一方のブロック。これじゃ簡単にはエリア内に入れませんね。なら、俺のシュートでこじ開けるまでだ。バイオ？シュナイダー。シュー。やや遠目から。あー、막았어요。取った。ケイジーニョ君。打てば決まっていたシュナイダー君のファイヤーショット。やる。좀반응은이자식。これが噂のファイヤーショットか。이게바로소문의파이어슛인가。すごいな。정말대단하네。なんかボールが焦げ臭いや。あのブラジルのゴールキーパーファイヤーショット。아니저브라질의골키퍼파이어슛을막아。さすがブラジルの代表。역시브라질의대표군。あれほどのゴールキーパーだったとは。이게캡틴츠바사특징골키퍼가존나재능이넘치는애들이어디서많아골키퍼가더뭔가되게있어하이드군의드리블은오늘도좋아그런상태가이상태그런수가언제까지동할것같으냐여기서알베르토군의탁클이사크레트카르로스카르로스ここでボールがカルロス君に渡った。お前に仕事はさせねえぜ。너에게는못가가있지못가게해주겠어하면서이제막네요。오공을올렸어뭐지저거슛다。아니이런카르로스君카르츠君を抜き슛와한손으로막았어아니나니取りました。デューターミューラー君、カルロス君の鋭いシュートを難なくキャッチ。한손으로막아버렸어。カルロスのシュートが카르로스수술止められた。あれがミューラーか。저게바로물련가。아무튼뭐가어떻게되고있는것같습니다지금상황이둘다지금힘들게계속했지만안통하죠。아또카르츠君의타클이카르로스君을引っ掛けてしまった。페널티에리아すぐ外からのフリーキック。아프리킥。これは願ってもないチャンス。わしとしたことが
지금 브라질의 프리킥 찬스인가 봐요 지금. 야, 아나마만 눌려있다라. もっと決定的なピンチだった。 슈나이다. このフリーキックを蹴るのはやはりカルロス君でしょう。 カルロスが 한대요. ドイツ 守備陣 ゴール前に壁を作ります。 아, YOSH님 구독 감사합니다. 1개월 고맙습니다. 壁はいらん。かえってシュートが見にくくなる。 벽은 필요 없어. 내 눈에 방해되니까. 本気かよ? 정말이야? 미라, 일로 와. 맡기겠다. 아, 또 도이츠. 壁を 全て 도けた. 벽을 다 그냥 부셔버렸어요. 브라질이 미스미스 결정권을 与えるよう 나もの다. 이거 완전 프리킥이 아니고 페널티 킥급인데 이거는. 그러면 벽이 없잖아. 1대1이 1대1. 오레니 소나 타이도. 고카이 사세테야루. 나에게 그런 태도라니 후회하지 마라. 이크소 레오. 어. 자. 레오 군가 캐리다스타 볼이니 카르로스 군가 하시리코메. 스팀? 맞다크노 프리카라 건신노 슈트다. 그라에. 받아라. 어, 미쳤어네. 가버려. 와, 펀치로 막았어. 나니? 나니? 도메타! 카르로스군의 건신의 위닝슛! 어? 미우라군이 가치리도 캐치했다! 아, 구독권 선물 몇 개 쏘신 거지? 다섯 개 감사합니다. 땡큐! 땡큐 베리머치. 저 사람 그 다른 미국 분인 걸로 알고 있는데, 아, 땡큐. 미우라! 이마다! 오레니 볼을! 밀려! 지금이야! 나에게 볼을! 이다로! 좋아! 미우라군! 수바야의 스로잉데! 체스타군이 파스다! 이크소! 간다! 자, 도이츠의 약수! 체스타군이 아가트이크! 소레... 하이네. 오레와 오마이가 기라이다. 하이네, 난 너가 싫었어. 도이츠 국내의 대회에 負けたこと. 소시대, 대표에 포지션을 奪われたこと. 시카시... お前のリハビリに励む真剣な姿勢やサッカーに対する情熱を見て俺は自分の小ささを知った。 아무튼 뭐라고 하고 있는 것 같은데 뭐라고 하는지 모르겠네. 하이네, 못 들었네. お前は素晴らしいサッカー選手だ. 너는 대단한 선수야 하이네. 자, 아무튼 하이네 칭찬하고 있습니다. 셰스타군, 이거 うまい. 브라질 디펜스의 狭い 隙間을 통해 하이네군이 볼을 통했다. 하이네만의 볼이 갔대요. 하이네! 알아, 하이네! 브라질을 길이삭けるのは 오마이다けだ. 브라질이 뜯는 건 너뿐이야. 셰스타さん, 이크소! 드리블이 かかる 하이네군. 스트림을 좋아한대요. 아이, 땡큐 땡큐. 땡큐 베리 머치. 미나, 이케! 모두 가라. 거기 알베르토군의 지지대 브라질 디펜스가 集団で 襲いかか. 던던 고이. これはすごい! ハイネ君! 信じられない ステップで! テクニックを 뚫었어요. ハイネ! ここでアルベルト君 ダッシュ! アルベルト! ハイネ君! ハイネ君! 体勢が悪い! 무조건 받을 자격이 있대요? 아이, 땡큐. 땡큐 베리 머치. 내가 할 말이 그거밖에 없어. 내가 영어를 못하니까. 내가 負けない! 나도 지지 않아! 俺に全てを託してくれたシェスターさん。そしてドイツ国内で調子づいてた俺の血っぽけさを気づかせてくれた人たちのタック。もう勝負。何？何？アイベルト뚫렸나보다。これはハイネ君の強引な突破。まね、뚫렸네。来い、ハイネ。わら、ハイネ。そうか。頼みます。 ハイネ君、ゴール前にボールを上げる。そこにマーガス君が走る。俺の自慢のヘディングを食らえ。ヘディング。ここは俺が。そのマーガス君にレオ君が競り合う。来なよ。あんたのシュートを取ってもう一回カウンターだ。ノエ・シュセバもバロカウントカンだ。行くぜブラジル。なんとマーガス君、この
スルーした。何そのスルーしたボールにマーカーを外したシュナイダー君が走り込む。頼んだぜキャプテン。それならそれも面白い。ケイジーニョ君、シュナイダー君に向かって飛び出していく。カルツ、ミューラ、シェスタ、ハイ、絶対に。뭐야오파이어쇼강화강화용인가보다찍가버린 決まったシュナイダー君の全身全霊のファイヤーショット。世界のエースの一撃がブラジルゴールを貫いた。파이어쇼강화용인가봐요요거는すごい。굉장해。若林。若林。지금껏。あ、ついに壁を突き抜けたか、シュナイダー。드디어벽을넘었고シュナイダー。경기종료。동일이이겼네요。ここで試合終了。歴史に残る大激戦は劇的な幕切れ。試合終了間際、エースシュナイダー君のスーパーゴールでピッチ上。골키퍼가사기라서그래이거나이스슛나이스슛이다아래와오래되나게르바도메라리나저건내가아니면막을수없겠구만슈나이더사야っぱ슛은오래요리すごいですね。역시슛은저보다대단하네요。하이니야민나노타마시가놓타볼이다모두의골이야아래를치르는가오래노약발이사라고하네요지금야ったな슈나이더아마가스모나이스루마가스나이스슛이다슈나이더가마카를外した하이니모俺の意図をよく察してくれたよ。いつも言ってるじゃないですか。俺はそういうのに気づけて生かせるプレー。はいね。シェスターさん、世界一まであと一つ。世界チェッペーかじ。半ゴロミだ。잘부탁한다。ええ。こ。みんな。모두。俺たちは全力で戦い、負けた。우리전력을써내졌다。この悔しさを持ち帰って、成長して。次の大会で必ず晴らそう。지금다음이제분하지만어다시돌아가가지고연습해가지고이분함을이제이겨내고다음에다시와서복수하죠。마지막슛도すごかったな。마지막슛대단해요。기가전부이가れてるもんな。아이따따따따따。でもあれを取れたらかっこいいよな。次の大会には絶対に何とかしてみせるぞ。한국팀도있냐고요？한국은없습니다。ブラジルを優勝させる。そのためだけにクラブは俺をこの代表に派遣した。それなのに負けた。져버렸어。なぜだ。어째서。何が足りなかったんだ。뭐가문제였던거지。そうか。그런가。わかったよ、神様。알았어。もっと、もっと、もっと、もっと勝利のために全てを捧げろって言うんだな。아무튼뭐가부족하다는것같네요。오레와카르로스바라카르로스바라세계일위의サッカー選手になること세계1위의축구선수가되는게꿈이지。存在意義今の俺はそれだけなんだ。カルロス。カルロス。ブラジル負けちゃったね。ブラジル졌네。仕方ないよ。어쩔수없어。これがサッカーだからね。이게바로축구니까。僕たちは強くなっていますけど、それはドイツも同じみたいですね。ボケ도강해졌다는것 같다고하네요지금아도시나나よしみんなこれから帰って練習だ。지금도돌아가서연습이다。このドイツに勝って世界一になるためにできる限りの準備をしよう。아무튼준비를하세요。자いよいよ明日は決勝。드디어내일결승인가。渡米してきた当初を思えばよくぞここまで来たものだ。世界一まであと一つ。세계제패까지한걸음이야。片桐君ちょうどよかった。뭐야片桐왜왔어。選手たちを集めてくれないか。선수들을모아주지않겠나。ミーティングを行う。지금부터미팅을해야될것같아。미카미さん。미카미씨。それが。그나저나。選手たちが誰一人部屋にいないんです。선수들이다방에없습니다。え？え？アメリカ、イタリア、オランダ、セネガル。翼の言う通り、
世界は広いよな。翼의말대로세계는넓었어。どんどん出てきた。대단한사람계속나왔지。日本しか知らなかったわしたちは本当に。ああ、アメリカに来て、世界の奴らと戦って、初めてそれが分かったぞ。最初のアメリカ翼さんですら潰される相手に、僕たちは何もできませんでした。아무튼뭐아무튼세계에대해서얘기하고있는것같네요そして次のドイツ戦다음독일전俺たちは本物の屈辱を味わわされましたカール・ハインツ・シュナイダーシュナイダー世界には想像以上の力を持った選手が세계에는상상이상의역들이많았어でもその敗北があったからこそみんなは努力し始めた水着ここまで来ちまったんだ여기까지왔어もう逆戻りはできねえ이제돌아갈수없다고俺たちは走り始めちまったんだ世界という目標に向かってな。ヒューガ。そうだ。俺たちは日本で翼を中心に競い合ってきた。俺、日本で翼を中心に。これからは世界がその舞台だ。世界を目標が되고。これからもずっとサッカーを続けていくからには、世界を目指していく。どんなに苦しくたって、僕たちはもう止まらない。ああ、俺たちの目標は世界。俺の目標は世界だ。ああ夢はでっかく持とうぜみんな모두俺感じるよ나느껴지고있어今みんなの目標が모두의목표가一つになったこと하나가됐다는것을俺が幼い頃から夢見ていた日本のワールドカップ일본의월드컵一番大きな目標큰목표その夢を共に見て그꿈을이루기共に目指せる力強い仲間たち이제동료들에대해서얘기하고있네요俺最高に嬉しいよ최고로행복해よし、まず優勝だ。먼저우승이야。日本が世界一になるために、このジュニアユースワールドチャレンジ、必ず優勝しよう。ワールドチャレンジ、반드시우승하세요。翼。おお。そうともよ。すげえ奴らを全部倒して。翼。翼。明日のドイツ戦は、ね、독일전。中盤を抑えるのがどちらになるかで決まる。中盤、中盤이중요하대요。ミドルフィード。ドイツの中盤、ハイネ、ハイネ、カルツは。とてつもなく手強い連中だが、お前がいれば勝負を挑める。다힘든녀석들이지만너만너가있으면은가능할것같아요。まず中盤を抑えた上で、あのシュナイダーと勝負だぞ。翼。중요한건골키퍼골키퍼가골키퍼로막아야지지금。みんな。모두。こんなところにいたのか。이런곳에있었어？しかもその姿は。그모습은。はい。明日のために最後の練習をしていました。마지막연습하고있었어요。監督。俺たち明日も勝ちますからね。ええ、できっこにかんじゃ、監督님。明日勝って優勝して。優勝カップを持って。무슨컵을들고일본으로돌아갈겁니까？そう行きましょうよ、監督。돌아갈거라고합니다。무슨컵들고？みんな。모두。君たちの向上心は本当に恐れいる。大人の私たちが教わることばかりだ。지금이상황에이상황에서지금감독이가장그뭐냐어날먹이네날먹솔직히딱히한거없잖아君たちのその頑張りを私が無にするわけにはいかないああそのためにこれから宿舎に帰ってミーティングを開くぞ宿舎へ돌아가서미팅을하자고친구들はい監督ミーティングが終わった後夜食を食っていいですか미팅이끝나고야식먹어도되나요お前まだ食う気かよ너는아직도분위기를못읽냐아宿舎のおにぎりうまいからな숙소의그중국밥맛있다는데요実は豆腐の味噌汁もかなりいけるんだぜ다른것도맛있다그러는데うらべやっぱり豆腐屋の息子なんだなうるせえ자이제결승전파이널이죠파이널이게임의마지막드디어이날이왔습니다기념すべき第1回ジュニアユースワールドチャレンジ월드챌린지결승전결승の이타리아果たして일본과독일의대결결승전결승전翼翼翼お前はとうとう드디어世界一を争うこの場まで来たんだな세계최고의자리까지왔어翼翼로베르토로베르토バルバス監督아예왔네또こんにちは
来ると思っていたよ。君の教え子の晴れの舞台なのだから。バルバス監督はやはり翼を역시翼를영입할생각이십니까ああ、今日の試合が終わったら正式に話をさせてもらおうと思っている。翼がアルゼンチンに来たらまた勝負ができる。そうしたら今度は借りを返してやるぜ。하지만안가겠죠。バルバス監督、今日の試合、오늘시합どちらが勝つと思います。누가이길것같습니까。まあ残念だが、미안하지만독일이겠지。いくら日本に翼大空がいる、아무리일본에翼가있다고해도ドイツには勝てない。독일에게는이길수없어。ドイツの選手層は厚い。もしうちにスカウトできるとしたら、何人と交渉することに。だったら、もし日本が勝ったなら、そのスカウトの話を待ってくれませんか。만약에일본이이기면은그스카우트얘기는없던걸로해주지않겠습니까。에오레가제가오레가사기니브라질니오레노팀으로스카우트시마스제가브라질팀에스카우트할겁니다라고하는데갑자기 로베르토로베르토ついにここまで来た。그러니까만약에지금 지들끼리내기한거예요。만약에일본이이기면은브라질을데려가는거고일본이지면은저기아르헨티나가는걸로。3년前の全日本少年サッカー大会で彼らを見た時、지들끼리내기하고싶어졌죠。日本サッカーを変えるのはこの特に大空翼。彼がブラジルに渡らずに日本に残ったのは、日本サッカーのためには翼という格好の目標ができだ。そして翼、その彼らしかし我々は。よしみんな、よしミーティングを始める。今日のことは昨日話した通りだが、一通りおさらいしておこう。오늘하나더얘기하고가지。では頼む。부탁하지若林。ドイツで注意すべき選手は、なんと言ってもシュナイダーだ。シュナイダーが注意や人物や。奴の特にブラジル戦の最後に見せたあのファイヤーショットは。ファイヤーショット。正直、俺でも止められるかわからん。나도막을수있을지몰라。아못막못막을수도있다고그러네요。그파이어슛마지막에쏜거브라질전에서。ディフェンダーはシュナイダーを徹底マークして、送られてくるパスをできるだけ。ディフェンダーはシュナイダーを집중마크하래요。へへ、いざという時はこの俺が顔面で止めてやるよ。へ、世界一が目の前なんだぜ。怪我なんか怖がってられないっつーの。あ、ボールは友達。ボールは顔に当たっても痛くないかな。まあ、その気迫は必要ってこ。そしてゴールキーパーのリューターミューラー。ミューラーや。彼は体が大きく、シュートを止めるパワーも強い。しかも巨体に似合わず反応速度も抜群だ。あ、でゴールキーパーが生半可なシュートは장난아니라고지금얘기하고있네요。僕たちの基本的な戦い方は、シュナイダーのシュートを極力減らして。ミューラーに何本ものシュートを打ち込むこと。ミューラーに여러번의슛을다날려야된대요。빨리。そのためにはどうしても中盤を制する必要がある。中間이중요하죠。중간미드필더。だがその中盤にはハイネがいる。ハイネが있어요。그중간에。あいつのドリブルとパスは。ドリブルがパスに匹敵する。翼보다翼랑동급이지。彼に自由にプレーされたら、シュナイダーにボールが渡る機会が増えて。そうだ。しかしハイネを抑えても。まだシェスターとカルスがいる。ハイネード망다쳐도チェスターランクレーが있대요。今大会2人はボランチで出ているが、本来は攻撃的な選手でテクニックにも優れている。ものすごく分厚い中盤ですね。いかに翼といえど苦しい戦いになる。あまり翼だろうけど힘든싸움なんとか中盤を制してくれ。中盤に重要です。中盤、うん、必ず。翼くん、僕たちもついてる。みんな戦おう。翼、俺に同僚라고。うん、ドイツは強い。ボイルだが、ひるむことはない。はじめドイピル없다。プレマッチの時の君たちとはもう違うんだ。今まで培ってきたものを精一杯発揮すれば、必ず結果はついてくる。はい。はい。よし、行くぞみんな。おど、가자。ドイツに勝って、世界一を勝ち取ろう。ドイツを破り、ワールドカップ勝ち取ろう。この試合、ワールドカップ。決勝のつもりで戦うぞ。オドが半マウイで来ない。今日の相手日本はプレマッチでも戦ったが、今の日本はあの時とは全く違う。지금의일본은연습경기때싸웠지만그때일본하고는다르다많이。しかし、だからといって恐れることは何もない。하지만조이조이필요는없다。
世界最強なのは間違いなく我々だ。세계최강은바로말도바로우리다라고하네요지금自信を持って戦うんだ。자신을가지고싸우라。父さん、いよいよだよ。아버지드디어요대승전이에요。この試合に勝って。이시합이기고。俺は世界一の選手になる。世界最強の選手が되겠어요。そして、그리고父さんのサッカーの正しさ。아버지의サッカーを옳다는것을세계에증명하겠어요。シュナイダーさん、気合入ってますね。気合많이들어가네요。目の光がいつもとちょっと違う感じ。はいね。はいね。俺も。今日は人生最高にマジでいきますよ。俺とシュナイダーさんでドイツを世界一に導きましょう。자기하고스나이더하고해가지고독일최고의챔피언이되세요。あ、頼むぞ、ハイネ。おいおい、二人だけで盛り上がるの。おいおい、둘만불타오르고있는거야。ゴルツさん。そうそう。シュナイダーだけにじゃなくて、俺にもいいパスを頼むぜ。前後のバランスは俺が取る。ゴールは心配いらん。ゴールは任せられる。お前たちは点を取ることだけ考えればいい。ねえねえ、点数は守らご。ま、何かあったらわしもいるしよ。皆さん。よし、みんな行くぞ。はじゃ。さあ、드디어決戦だ。さあ、ショックス今日固まってせ。さあ、どっちが勝つのかな。ああ、はい、누가이길것인가。予想ではドイツが断然有利だけどな。예상은다독일이독일이이길거라예상하고있더만。だが、하지만戦ってきた俺たちは知っている。싸워본이상일본이이길수도있어。日本には底知れない強さがあるんだ。おそらくどちらのチームも試合の最後の1秒まで気の抜けない試合になるだろう。다른팀도다모였네요。구경하려고。ロベルトさん、来てくださると思っていました。ロベルト氏、ワイスコ変化を했지만、あなたは、翼を、翼をブラジルに連れて行ってくださいということを考えてくれましたか。翼をブラジルに連れて行ってくださいということを考えてくれましたか。翼をブラジルに連れて行ってくださいということを考えてくれましたか。でももう一人、翼をスカウトしたいという人がいる。翼をスカウトしたいという人がいる。何？アルゼンチンジュニアユースのバルバス監督です。はじめまして。じゃあ。翼をアルゼンチンへ。翼をアルゼンチンへ。ええ、この大会が終わり次第、話をしたいと思っています。でも私たちは賭けをしたんです。あにゃ、俺は値切れしました。賭け。そうです。日本が勝てばロベルトが。日本に行けばロベルト氏が。私がスカウトすると。じゃあ、日本が優勝すればロベルトさんは翼をブラジルへ。日本に行けばロベルト氏が翼をブラジルへ。はい。그렇습니다ありがとうございます。감사합니다。残念ですが、미안하지만バルバス監督。감독님。日本は勝ちます。日本이이길겁니다。日本は勝ちます。日本이이깁니다。決勝戦。いつ迎えても気持ちいいものだ。だって、明日に力を残すことなく。でも今日の決勝は、今までの中でも、가장큰결승이래요。よろしく。いいゲームをしよう。잘부탁해。좋은게임을하자。응。ベストを尽くすよ。ま、頑張ってよ。힘내보라고。どれほど成長したか、俺が見てやるからさ。어느정도성장했는지내가봐줄테니。자、갑니다。결승전。드디어。진짜길었다。게임。일본대독일세계챔피언을가리는세계제패를향한마지막도로자경기시작합니다シュナイダー君には負けない。아이거翼大空ジャンプ攻め込みます。マーガス君、次々に勝っていく。あ、で、馬鹿やで。これは正面から抑えに行く。ダイレクトでパス。マーガス君、素早く。少しは頭も使いなって。成功。パスを回す。行くぞ、若林。来い。
シナダ、空高くで火花を散らす。松山くん、ボールを蹴り出した。ああ、いっしょめよ。センサー君、シュナイダー、ここにかわしてくれ。まさか、俺が。ああ、エネ、見ちゃうんだね。スライディングが決まった。スライディングで止めた。今の俺は。ああ、뭐냐、저거뭐냐、저거。シュナイダー、いけ、これは。カイスファイヤー、そして一撃。ああ、いごもんちゃった、いご。ショットではないぞ。ファイターの送りも決まった。これが俺の力だ。だいぶいっちゃったね。これあとシュナイダー君のシュートがペナルティーエリアの外からゴールに突き刺さった。若林、二人の勝負は俺がもらった。若林、俺の勝負は내가이겼다。この試合俺たちドイツの勝利で勝たせてもらう。俺독일의승리だ。見てくれたか父さん。보고있어요아빠나보네요세계넘버원의称号は俺たちドイツのものだ。やったな、シュナイダー。エネス、シュナイダー。さすがの若林も動揺してるぜ。若林、動揺하고있어。やはり練習と試合ではショックの度合いが違うさ。だがこれはまだ目標の一つを達成したに過ぎない。この試合に勝って初めて。そんなにあいんだよ、エネ。そうだな、チームの。ああ、しかし若林、お前はこの程度で終わる男じゃないはずだ。너는이렇게끝날남자가아니다와카바이시くそ、やられちまった。젠장당했어。みんなすまない、모두미안해。若林君、若林君、ペナルティーエリア外から。練習では止められたが、연습에서막았지만試合になって역시시합에는以上の力を出してきた。시합에서는역시막을수없었군。정말분해、이모분함이야、이모분함。けどそれくらいの方が戦いがいのある相手さ。그래야지더재밌지。나보네요。そんな素晴らしい相手に勝ってこそ胸を張って俺たちが世界一だって言えるんだ。この試合勝とう。이기자。一流プレイヤーなのは俺たちの一流プレイヤーが되는건바로우리야。若林源蔵も同じさ。言ってくれるな。결승입니다、결승。이거이기면세계제패하는겁니다。ああ、日本のゴールは任せてくれ。見てほしいな。알아、スナイド。俺はもう負けんぞ。나는절대지지않아、이제。결승인데벌써한골먹혔어。얘네존나미、얘네미쳤어、피지컬。지금까지싸운애들하고좀달라요。아、이런、씨。아、봐봐、얘다피하잖아。미쳤다니까。나이도갑자기황불났어。아、이런。ここはパスを出さない。うわ、ペスいっちゃな。ボール成功。このスライディングが決まった。ここはパスを出さ。よし、あわ、あ、いる。激しいタック。翼くん、ボール出し成功。ピエンヌでウェアンデマックスくん、素早く横にかわす。ハイネくん、くそ。あ、いせけ、V 抜けた。あれ、막아빨리몸으로잘했어。야시간걸어시간걸어시간걸어저새끼들 V 로끝날때까지하얏도前半の半分が経過しましたが試合の行方はまだまだ分かりません。お構いなし。敵陣を切り裂く。センターどうだ。지금이야。連続突破で見せます。全日本、ここは全力の。あ、ダメ。ジェバイ。オッケー。同点。よし、決めたぞ。よし。どうだ。どけ。立ち下がるも、攻めて突き飛ば。このパスは通らない。ユウくん、直線的にこれで蹴散らした。止まらない。お構いな
スに吹っ飛ばす。ヒューガ君、敵陣を切り裂く。待て、レオタイガーショット。どうだ、アニ、これをブロックする。あー、チェンジャン。さあ、この位置で見せた鋭いスライディング。아우리팀어디갔어다우리팀빨리어디빨리막아막아서아골다슛성공아씨뺏지말고그랬어내가일본의중심선수가여기는抜かせません。아또奪い返した翼。여기는아패스뭐해나와타스크를決めた。さすがにやるじゃん。ボールは友達渡しません。アンデン、ドライブシュートか。ドライブシュート。あーし、ちょっと待って。뭐야、ヒューガ君、あのゴールキーパーは。ヒューガ、저골키퍼는。やはり翼にも分かったか。역시翼도알고있었나。お前は元フォワードで、너는전포워드。今も試合を組み立てながら点を狙うストライカーだからな。얘가원래포지션이츠바사가원래포지션이포워드였어요포워드였는데지금미드필더죠아로골키퍼는스키가나이저골키퍼에는틈이없어틈이없대요골키퍼한테틈이없대요골키퍼한테아나골키퍼에오는와흠말에대하지메테다처음느껴봤대요그이제골키퍼틈없는골키퍼아しかしそれでも俺たちは打ち続けるしかね。하지만우리는할수밖에없어勝利への道はそれしかないんだ。絶対に点を取るぞ。翼。절대로무조건점수뽑자고그러네요。パントキック。どこまで運べるか。パスを送る。翼くん。スリカメシタックル。ボールダッシュ成功。よし。もらった。よし。スライディングで止めた。あー、いる。シュナイダー、シュナイダー君、俺だってドイツのフォワードだ。おいし、止められない。マーナス、あぜー、一発のシュートでゴールを狙う。これはキャッチできない。そうだって、あれ、ボールを持った。ソゲ、갑니다。頑張れ、頑張れ。邪魔はさせんよ。攻め込みます。パスを出します。そうだ、まだ守備の体型が整っていません。ヒューガ君、次々にカーッシュ、敵陣を切り裂く。敵陣を攻め込みます。ヒューガ君、次々にカーッシュ。あんた、ウィジョン、全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りました。あんた、全てつけた。これ反応しているぞ。あ、おに、いこれ막아。いいチームだ、日本。좋은팀이다일본。翼だけじゃない。俺が3年前に日本で見ていた選手たちも大きく成長した。翼뿐만아니야、내가지켜본3년동안지켜본다른선수들도마찬가지야。君たちも翼と共に。너희들은翼와あれからずっとサッカーを続けていたんだな。지금이제翼랑다른애들지금칭찬하고있어아무튼。いい前半だったな。좋은전반이었군。さすが決勝戦という試合だ。역시결승전だっぷん。後半も楽しみだよ。후반도기대되는구만。예。예。決勝戦か。決勝戦か。そういえば3年前の全日本少年サッカー大会では、怪我した翼の足をマッサージしたこともあったな。예전에3년전에츠바사이제전국대회전국대회에서얘가부상입은츠바사를마사지해줬었던기억이있다는데지금이거청소년네청소년청소년이죠중학생이니까세계대청소년세계대로베르트씨츠바사에게전원이있습니다츠바사에게전원이있습니다들어주시죠俺のノートの52ページ目の項目。52ページ。52ページへもう書き出したんで、もう自ノートへ。52ページ目ですね。52ページ目ありました。ありがとうございました。52ページを읽으래요。みんな、いい前半だったぞ。모두좋은전반이었다。君たちの成長が。十分に感じられる戦いだった。너희들이정말성장을많이했던걸느꼈다。ここまで来たら
もう何も言うことはない。여기까지오니さん아무말안하겠다。自分たちの持っているもの全てを出し尽くし。너희들의힘을後半を다발휘해라라고하네요지금。はい。はい。いよいよあと後半を残すだけ。드디어이제후반만남았군。それでまたお別れだね。이제곧헤어지겠네츠바사미사키군미사키군3년前にも同じことを言ったけど3년전에도같은말했지만勝って이겨서優勝してお別れしよう우승하고헤어지자고응俺の理想はゲームを組み立てながら点を取れる選手なのに今日この大事な試合でそれができてない중요한부분에서지금점수를못뽑고있대요지금자기가こんなことじゃブラジルへ渡れないぞ。이래서는브라질에닿지않아。翼。翼。焦るなよ。지금얘가뭐라그러냐면은이제츠바사한테너무서두르지말래요。そうさ。お前はいつだってここ一番では決めてきたじゃないか。아무튼얘네가격려하고있어。まだ時間は十分にあるんだ。얘네경기도못나간특보잡들이죠。다후보인얘들。みんな。모두。そうだ。그래。俺には小学生の時からずっと。나초등학생때부터。信じてくれる仲間がいるんだ。믿고있는동료들이있어。ありがとう。고마워。俺必ずやってみせる。반드시해내겠어。俺が勝ち越しゴールを奪ってみせるよ。아それでこそ翼だぜ。그것이야말로翼사지。いいチームだ。좋은팀이다。全日本ジュニアユース。전日本ジュニアユース。試合に出る者もベンチで待機する者も。共に勝利を目指して戦うことに승리를위해서열심히싸우고있대요사실이감독한거일도없죠 입만털고하는거일도없습니다사실이감독こんないいチームが優勝できないはずがない이좋은팀이우승못할리가없어みんな어떻게생각하지みんな何をやっている어떻게뭐하고있는거야力の差を考えればこちらがリードしてなくては힘의차이라면우리가분명히리드하고있어야되는데中盤もディフェンスもまだ相手へのチェックが甘いぞ。速やかに徹底的に潰すんだ。지금자존심상했어요지금감독조기감독은자존심이상했습니다못털고있어서はいすみませんそう向きにならないでくださいよ監督그렇게말하지마십시오감독님シュナイダーシュナイダー今戦っている日本は強いんです지금싸우고있는일본강합니다我々と同じレベルの実力と精神力を持った強い相手なんです저희와강한저희와같은정신력과힘을지니고있어요지금しかしドイツは負けるわけにはいかない하지만독일은질수없어요俺たちにはドイツサッカーの伝統の継承という目的がある아무튼독일뭐サッカー멋져그러는데今まで築き上げてきた栄光の数々その長い繁栄の歴史そのドイツサッカーの歴史を日本にそうやすやすと変えさせるわけにはいかないんだ。독일의サッカーを뭐일본한테뭐보여주겠다그런것같은데요。そうだ。みんな。シュナイダー。シュナイダー。みんな。모두。行くぞ。가자。ヨーロッパの名誉にかけ、必ず優勝をドイツに持ち帰る。ユーロペ이름을걸고。くそ。全然。俺のせいだ。俺がゴールを割られなければ내가골을먹혀버렸어 골지가골먹힌거에대해서지금분해하고있죠지금先生がこの場にいたら俺の悪い癖を通信面の甘さを厳しく指摘されていた지금야말이골키퍼쟤네골키퍼말이안되는게지금몸집도장난이아닌데중학생이죠중학생인데몸집이저런데다가키가2미터에2미터중학생인데こんな情けない姿を晒してしまっては俺がこの大会に出ることを許してくれた先生に申し訳が立たない。ミューラー、ミューラー、シュナイダー、ナイド、後半も頼むぞ。後半で잘부탁한다。任せておけ。はい、バックド、シュナイダー。日本にはもう一点もやらん。日本한테이제한골도안먹힌다。もう。わずかの油断もしない。방심하지않겠어요。そういえば、ハイネの姿が見えない。ハイネ、모습이안보이는데？そういやそうだな。어디갔지ハイネ？あいつ。くそ、あと少し。
あと少しの我慢だ。젠장조금만더버티면돼俺のため、シュナイダーさんのため、そしてドイツの世界一のために。뭐지얘부상입었나待ってくれよ俺の足。아얘부상입었나보네요다리에부상입어가지고상태가안좋나보네やっぱりね。역시そういうことだと思う。그런것이었어コルツさん、こないだのブラジル戦で古傷を痛めたんだろう。無理しやがって。ブラジル戦에서부상입었나봐요。カルツさん、みんなには黙っていてください。모두에게비밀을해주세요。何？何？俺はまだ行けます。전아직할수있어요。あのドイツの大会の決勝の時みたいに、俺の怪我でチームを負けさせるわけにはいかないんですよ。독일의그결승전때처럼팀에게민폐끼칠수없대요저녀석은좋은근성이군요시지금요시자이끄소자가자모두카테제타이니유쇼스르오이마노츠바사와전국중학생사카대회의결승의時に似てる지금의츠바사는일본그전국대그이제츠바사그모습하고비슷하대요지금あの時の翼は勝つことだけに執念を燃やして無茶なプレイを繰り返していた。今日もこの後そんな風にならなきゃいいけど。오늘도그런이제그때처럼무리한플레이를안했으면좋겠대요。ロベルトがまだアメリカにいるのかどうか。この試合を見てくれているのかどうか。俺は必ず勝つよ。날반드시이기겠어。ロベルト。勝って優勝して。이겨서우승하고브라질에가겠어。片桐さん。あれ、片桐氏？ノートの52ページだ。ノートへ52ページだ。え、ノートの52ページ？ノートへ52ページよ。でも、また後でな。그럼나중에보자。まさか、ロベルトが？설마ロベルトが？ノートへ52ページが뭔데？도대체뭔데52ページ？ノートっていうのは。俺が小学生の時にサッカーを教えてくれた元ブラジル代表の選手。ノベルトへ。ノベルト本郷が。ノベルトが残金그거죠ノート。俺のために書いてくれたサッカーに関するノートのことさ。ロベルトのノートの52ページ。それは。그건뭐야。そうか、そういうことか。그런거였어ノベルト。わかったよロベルト。52ページの意味が。뭔깨달음을또얻은거야도대체。뭔데。ノートの52ページ、そこに書かれていたのは、거기에적혀있는건サッカーの楽しさについてなんだ。축구의그뭐냐재미재미를얘기하는것같네요。아팔로감사합니다。ちょっと長いけど、それじゃ。뭔데또翼、なぜサッカーは。こんなにも楽しいんだろう。ちばさ、축구는왜이렇게재밌는걸까。世界中で最も愛され、親しまれているスポーツ、サッカー。뭐뭐지뭐라는그런거지월드스포츠라서그런거아닐까라고하는것같은데俺が思うに、それは最も単純で、最も自由なスポーツだからじゃない。단순하고자유로운스포츠라서그랬대요。グラウンドに立てば、監督からのサインなど何もない。自分で考え、自分でプレイ。グラウンドへ나가면은감독의사인같은거없이자기마음대로할수있대요。何にも縛られることなく、他の10人の仲間たちとただ一つのボールを目指し戦うスポーツ。サッカーは自由だ。サッカーは自由だ。라는걸얘기하는것같네요。네대충간단요약하면은그랬습니다。これがノートの52이게바로노트의52페이지야。君もきっとサッカーが大好きだと思う。だからこのことをぜひ覚えておいてほしい。さあ、あと새로운기술배우자들만。行こう。새로운기술좀배워봐좀전설의기술세번째기술。さあ、注目の後半戦。いや。さあ、パス。뭐야ノートの52ページ。ノートへ52ページ。片桐さんにノートを見てもらったことはあるけど、
ページ数まで覚えているはずはない。ページ数까지그기억하고있을리가없어。片桐さんが試合前にアドバイスを預かっていたなら、今になって言うのもおかしい。それに今のアドバイスは後半に望む今の俺に必要なものだ。지금アドバイス해준거ロベルト해준거겠지。つまりロベルトは、ロベルトはこの試合を見てくれている。ロベルトは지금이시합을보고있어。俺の試合を見てくれているんだ。나내시합보고있다고。ロベルト、やっほー！これは南米式のドリブルだ。